1ヘラクレスとは、ギリシャ神話の半信半人の英雄。ヘラクレスは、ギリシャ神話の主神ゼウスと人間の女性アルクメーネの間に生まれた半信半人です。ゼウスは、自分の妻である女神ヘラに隠れて、アルクメーネと関係を持ちました。しかし、ヘラはこの不倫に気づき、ゼウスの子供であるヘラクレスを憎みました。ヘラはヘラクレスが生まれる前に彼が王になることを阻止しようとしました。ヘラはアルクメーネの夫であるアムピトリュオーンが戦争から帰ってくる前に夜を早めてしまいました。そのためアルクメーネは早くも陣痛に襲われました。しかしヘラはさらにアルクメーネの家の屋根に座って出産を遅らせました。一方、アルクメーネの隣人であるガランティスという女性はヘラの策略に気づきました。彼女はアルクメーネがすでに出産したと嘘をついて叫びました。するとヘラは驚いて屋根から降りました。その隙にアルクメーネは双子の男児を産みました。一人は夫の子であるイーピクレースでしたが、もう一人はゼウスの子であるヘラクレスでした。ヘラクレスが生まれた後もヘラは彼を苦しめ続けました。彼が赤ん坊の頃、ヘラは毒蛇を彼の寝床に送り込みました。しかし、ヘラクレスは驚くべき力を発揮して、蛇を締め殺しました。彼が成長すると、彼は勇敢で優秀な戦士として、名声を得ました。しかし、彼はまた劇場的で、暴力的な面も持っており、それが彼を災いに導きました。ある時、彼は自分の音楽教師である、ヴィーノスに怒って殺してしまいました。その罪で、彼は王エウリュテウスに仕えることになりました。エウリュテウスはヘラの影響を受けており、ヘラクレスにような難題を課しました。それが有名なヘラクレスの12の工業です。ヘラクレスの12の工業とは、エウリュテウスから命じられた12個の難題です。これらの難題は人間離れしたものばかりであり、普通では不可能なものでした。しかし、ヘラクレスは自分の力や知恵や友人たちの助けを借りて、これらに挑んでいきます。ネメアーの獅子を倒す。ヘラクレスの12の工業の最初は、ネメアーの獅子を倒すというものでした。ネメアーの獅子は、その毛皮が、どんな武器にも刺さらないという、恐ろしい怪物でした。ヘラクレスは、この獅子を探し出して戦いに挑みますが、やや槍や剣では傷つけることができません。そこで、ヘラクレスは自分の力を頼りに、獅子と格闘します。ついには、獅子の首を絞めて、窒息させることに成功します。ヘラクレスは、この獅子の毛皮を自分の鎧にするために、獅子の爪で毛皮を剥ぎ取ります。これがヘラクレスのトレードマークとなる、ライオンの頭巾です。レルメーの水蛇ヒュドラーを倒す。ヘラクレスの12の工業の2番目は、レルメーの水蛇ヒュドラーを倒すというものでした。ヒュドラーは9つの頭を持ち、そのうち1つは不死であるという恐ろしい怪物でした。さらに、1つの頭を切り落とすと、2つに増えるという特徴も持っていました。ヘラクレスは、この水蛇と戦いに挑みますが、どんどん頭が増えていく、水蛇に苦戦します。そこで、ヘラクレスは、自分の従者ヨラーオスに協力してもらいます。ヨラーオスは、火のついた松明で、水蛇の首を切り落とした後に焼き尽くし、新たな頭が生えないようにします。最後に、不死の頭を切り落として、岩の下に埋めます。これで、ヘラクレスは、水蛇を倒すことに成功します。ケルネイアの鹿を捕まえる。ヘラクレスの12の工業の中で3番目に挑んだのがケルネイアの鹿でした。この鹿はアルテミスの聖なる動物であり、金色の角と銅色の蹄を持っていました。ヘラクレスはこの鹿を生きたまま捕まえるという難題に直面しました。ヘラクレスは鹿を見つけるために1年もの間ギリシャ中を探し回りました。やっと見つけた時には鹿は北のトラキアにいました。ヘラクレスは鹿を追いかけましたが、鹿はとても速く走り、川や山を越えて逃げました。ヘラクレスは鹿を追い詰めることができず、弓矢で鹿の足を射抜こうとしました。しかし、その矢はアルテミスによって逸らされてしまいました。ヘラクレスは諦めませんでした。彼は鹿が毎日水を飲みに行く場所を見つけました。そこで彼は待ち伏せして、鹿が水を飲んでいる時に、矢で足を射抜きました。鹿は、傷ついて動けなくなりました。ヘラクレスは、鹿を肩に担いで、エオリュテウスの元へ向かいました。しかし、途中で、アルテミスとアポロンに出会いました。彼らは、ヘラクレスが、自分たちの聖なる動物を傷つけたことに怒りました。
ヘラクレスは自分が12の興行を行っていることを説明しましたが、アルテミスは聞く耳を持ちませんでした。彼女は鹿を取り返そうとしました。そこへエウリュステウスが現れました。彼はアルテミスに頼み込んで鹿を自分のものにしてくれるようにお願いしました。アルテミスはエウリュステウスの態度に感心しました。彼女はエウリュステウスに鹿を譲ることにしましたが、その代わりにヘラクレスに厳しく言い渡しました。二度と私の聖なる動物に手を出すなと。こうしてヘラクレスは3番目の興行を果たしましたが、アルテミスの怒りを買ってしまいました。エリマントスのイノシシを倒す。ヘラクレスの12の興行の中で4番目に挑んだのがエリマントスのイノシシでした。このイノシシはエリマントス山に住む巨大な野獣で、農地を荒らしたり人を襲ったりしていました。ヘラクレスはこのイノシシを捕まえるように命じられましたが、どうやっても追いつけませんでした。そこで彼は川の流れを変えてイノシシの住処を水浸しにしました。するとイノシシは逃げ出してきたので、ヘラクレスは弓矢で傷つけてから網で捕らえました。しかしこのイノシシを持って帰るというのも一苦労でした。なぜならヘラクレスが途中で休憩しようとした時にイノシシが暴れて逃げ出してしまったからです。ヘラクレスは再び追いかけて捕まえましたが、今度はイノシシを肩に担いで歩きました。しかしこの姿を見た人は恐怖におののいて逃げ出しました。特にヘラクレスがイノシシを見せようとしたエウリュステウス王は驚いて壺に隠れてしまいました。ヘラクレスは王にイノシシを渡そうとしましたが、王は断固として受け取りませんでした。そこでヘラクレスはイノシシを放してやりましたが、その後どうなったかは誰も知りません。この動画では4つ目の試練までです。次の動画で5つ目の試練から解説します。